600族統一。人間界において天才という言葉が存在するように、ポケモン界においても天才という概念が存在する。我々はゲームフリークという名の神から選ばれしポケモンたちに焦点を当て、600族統一というものを結成した。ポケモン界の天才たちよ、俺たちに夢を見せてくれ。さあ皆さんこんにちは、シンプルでカジュアルの夜です。はい、今回600族統一ポケモン界の特待生軍団によるレッツ対戦やっていきたいと思います。めっちゃ強くね、今日のパーティー。今日はちょっとね、ゴリゴリに仕上げてみましたね。前回400族以下統一なるものをやったけんさ、抵抗がすごいよ。抵抗がすごいね。やりたくないね。跳ね上がり方がすごいですからね。200も上がっとるけどね。200マジ 1.5 倍以上やけど。ただまあね、コンセプトちゃんと持ってます。なるほど。前回は弱小校というかね、ちょっと雑草魂をね培おうという意味でやりました。そして600族統一っていうのが強豪校、もう1000級のところで活躍してるポケモンたちを使うことにより、そういう気持ちをね育むっていうね、そういう企画ですよ。まあいわば体験入部的なね。そうです、そういうことですかね。はい、両者の気持ちをしっかり合わせ持つと、ポケモントレーナーとして完璧なるね礎を築けると思います。いいふうに言うなお前。使いたかっただけやろ。スーパーティーがしてみたかった。正直でよろしい。あとちょっとしか制数時間ないですけれども、まあ30秒あればね、僕お釣り来ますんでね。すげえ。まあね、まずキノガッサがいるんで、草食系のメルゴン、なるほど、これは出していきたいなと思いますけども、草食系男子、さらにボーマンダ以外比較的出しがちなんで、なるほど、メルゴン先発でボーマンダのためにバンギラス、なるほど、でラスト1体がまあ比較的通りがよろしいという意味で、カイロスでいいから、ハッサムかカイロスがいいんですけどもね。あ、まあなるほどね。メガ進化学が今回ハッサムとカイロスなので、今回カイロスを持っていくという戦術になりました。よっしゃい。ほら、お釣り出た。お釣りだ。お釣りじゃりじゃり。畳みかけたね。畳みかけましたわ。今日口が回る日ですわ。はい、午後に撮影するとここまで回ります。昨日午前中で一本も取れなかったんで。さあということで、ゆうこさん対戦よろしくお願いします。お願いします。さあ、先発がギルガルド。ギルガルド、はい、これは問題ないですね。何の？炎 Z なんで今回。あ、そっか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 、ぶち飛ばせるわけね。まあ飛ばせはしないんですけど、まあ8割9割は持っていけるし、あ、なるほど。なんならシャドーボールは余裕を持って耐えますんで。あ、なるほど。ヌメルゴンのね、特防種族値の150ありますからね。そう、150ってすごくない皆さん。すごいよね。すごくない？ただギルガルドも特防種族値今150あるけど。あ、そっか。150と150どっちが勝つかみたいな感じになるこれ。これ感じになるかもしれない。さあさあさあ、頼むぜ。さあダイナミックにね弾き飛ばしてくれ。ヌメルゴンとかまで久々見たもんな。いや正直ね、俺はねこのヌメルゲンめっちゃヌメルゲン新しいジェルみたいなヌメルゲン。ちょっと待って。オーマイガッ、オーマイガッ、地獄やない？ちょっとこれ飛びかねんぞこれ。シャドーボールなら大丈夫。シャドーボールなら大丈夫。悪夢を見ているようだ。あ、聖なる剣。あ、聖剣か。なるほど。これはバンギラスとかヒードラはちょっと意識して打ってますね。あ、でもよかったよかった。ここ影打ちででも飛ばされかねないんで、バンギラスに受けてもいいんですけど。なるほど。いやでもカイロスの自信過剰の起点にしてもいいかなと思います。はいはいはい。ここはちょっともうヌメルゴンここまで持っていけただけでもうよしとします。おおっと。影打ちが来ない。提供してるんじゃないですか。押してますねこれは。バンギラス読みのちょっと相手呼んできますね。呼んでくるタイプやね。さすが高レート1575や。いやどこがや、登竜門的なところやわ、みんなの。確かに誰もが通る、誰もが通るや。通過点にすげんけんね、ほんとよ。さあランドロス、色違い厳選頑張ったやな。頑張っとるねこれはね。まあ全然問題ないですけども、王冠も使ってね。ねえ、確かにめちゃめちゃ時間使ったやろうね。まあここは一応冷凍ビームもしときますけど。なるほどなるほど。ああ、トンボ返り。それ大変か。ちょっと耐えてみ、耐えてみ。おお、これちょっと後ろターンボーマンダでね、普通に。確かに、うん、ボーマンダってすごいことになるよこれ。飛ぶんじゃね。お、来たボーマンダ。おっしゃ、ほら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 、飛ぶんじゃね。いやさすがにメガ前やったら飛ぶ。メガ前やったら飛ぶやろ。メガ前やったら飛ぶ。見せてみお前。おっと、ヌメルゴンいきなり大活躍か。お、涙の600族いけいけ。600族の下克上。イエーイ。これ勝ったっしょ。これはいったっしょ。これいったっしょ。ああ、いやいいねいいね、600族統一。そうですね、実戦は普通にバンギラスも耐えますし、なんならメガカイロスの方が素早さも高いんでね。はい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 。でここでね、皆さん勘違いしてる方いるかと思いますが、何でしょうか。カイロスとハッサム、あれ600族ねえじゃんと言ってる人多いんじゃないですか。そうですね、まあメガ進化したら600ということ。はい、そういうことですね。なのでバンギラスはイワゼットです。なるほど、はい、そういうことでございます。全部600で統一してます。そうですよ。なんかいろいろをね言ってくる人いますけど、そういうなんかね統一のなんか縛りのねなんかめちゃめちゃ追求してくる人、そうそう、この前の予約族統一もね、クチッとがメガじゃないかと、クチッととヤミラミ出てなかったんで知らないかと思いますが、メガじゃないです。あれメガじゃなかったんですよね。しかもなんか新刊前は違反だろうとかさ、なんか400族以下統一ということでやらせていただいておりますので、そこどこご了承ください。どこも違反してません。そしてまあね、ここね相手トンボよりあそこで打ってるって考えると、こだわってる確率が非常に高い。なんならねこだわり 100% ですよ。今ランドロス何言ってました？自信です。あら、はい、これでもうね勝ちじゃないですか。おっと、あれ高尊じゃないの？てかまあ目が下ちってちょっと待って、スカーフじゃない。ああスカーフじゃないよ。おい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 、おいこれがカイロス。ちょっとコンセプト変えましたけど、すごいね4倍弱点で。確かに確かにランドロスのガンプタイル、その前に何のトンボ帰りやった？あれはあれは何のトンボ帰りやった？いや分からん。まあいいでしょう。まああれですね、まあ、ラティオスを警戒したのかもしれませんね。なるほど。はい、ということでね、ゆうこさん対戦ありがとうございました。ありがとうございました。さあマッチングしました。ケンスケさんですね、はい、対戦よろしくお願いします。お願いします。はい、さあちょっといい感じで勝ててるんで、まあ今回もしっかり選出して勝っていきたいところでございますけども、この健介ってもしかして何でしょうか、北斗晶の夫なんじゃないですか。いやこれは間違いないかもしれないですね。プロレスラー北斗晶の夫である、同じくプロレスラーである佐々木健介の夫ですね。これねえわねえわ、その説絶対佐々木健介やわ。俺絶対ちげえわ。おいコストコ行ってこい。ちょっと似とる、ちょっと似とるやん。ポケモンやろうぜ、ポケモン。絶対言わん、北斗晶はポケモンやら。おい息子二人や、ポケモンしとけ早く、ポケモンしろ早く。そんな催促かけんやろ。健介、私のことが、私の体が滅ぶぐらいに抱きしめてくれ。なんやそれ、気持ち悪いの想像したくねえわ。抱きしめてくれ。滅ぶって表現やばいやろ。私の体が滅ぶぐらいに何回言うてや、こいつうるせえ。でそういう外見のね、なんやろ、男らしい人ほど女性ほどなんかね結構甘えん坊じゃないけど女らしい一面があるってよく聞きますけど、その話展開していいけど時間でってお前が北斗晶の話しすぎて、あと16秒しかないないじゃないやろ。どうしよう。どうせ考えてたんでしょ。考えてましたよ、もちろん。だってお釣り来るんだもの。ラティオスヒードラン確定のハッサムかカイロスのところですけど、通りがいい方はカイロスと見てカイロスカイロスというやっぱカイロスちょっとね、なんだろう、信頼感ありますね。ちょっと信頼出てきましたから。ああそうね、まあ、前回もちょっとまだ前の動画ですけど、とりあえず見に行こうその動画見に行こうですけど、なんか自信過剰からのカイロスで無双してるよみたいなサムネがありますんで、そうそれから行ってもらって、はいカイロス強いんでね。はいはいはい。ということで健介さん大臣よろしくな。はい、妻がね画面の前にいますから。気持ち悪いなマジで。ええとか言わない。初手口とかよ。やってヒードラを恐れない強気の初手選びやな。やばいね、めちゃめちゃ強気やんこれ。えぐ、これはたかれたらもう泣くよこれ。そっと閉じるわ。いつも思っちゃけどさ、なんでこんな考えてねえのに勝てる思った。いやまあ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 ね、それが俺たちですよ。もっと解説してるよみんな。みんな解説してるけどね、そんなスキルはねえ。さあここはヒードラ、ちょっとはたかれたら終わる。じゃれつくやったら4分の1で受けれるんで、じゃれつくがいいですね。ちょっとじゃれつくでお願いします。希望的か。健介じゃれつけ。あ、これじゃれつく、私の体にじゃれつけ。これ普通に考えたら負けるくない健介が。ああ確かに。オッケーじゃれつく、オッケー。やっぱね、やっぱ妻には従うね健介。でもやっぱなんか尻に敷かれた方がうまくいくって言うよ。そうねそうね、俺は絶対に尻には敷かれねえ。こういうやつほど敷かれるんです。さあ口で引っ込めて、ランドロス、ギャランドゥスかと思ったけどね。まあ確か、ああなるほど。あそこまでちょっとヒードラをねケアしてない初手選び、あの攻め方はちょっとねギャランドゥスいるのかなと思います。ちゃんと考えてるんですね。考えました今俺無能なんで、何も考えてなかったですけど、まあ僕がねちょこ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 ね扱ってるんで。なるほど、そうですね。どうしましょう。ここ読めるよな自信。ラティオスで透かそうとしてんのか。確かに確かに確かに。ただヒードランが落ちるとね、ちょっとクチートがね、もう止まらなくなるんでね。あ、そうね。ヒードランちょっと大切にしないといけないな。ちょっとリスキーすぎるんで、ちょっとここはラティオスで下げていきたいですね。はたかれそうやけども、はたかれたらはたかれたでもうなんならもうあのダメージ量もう直帰やけんもう畑落とし絶対持っとるもんね。いやあ直帰なんこれ絶対直帰。ああそうなんや。ああはたかれた。はたかれたか。ただ耐えるっていうね。ちょっと耐久振ってるんでね。ああなるほど。うん確定台か。オッケー。でここはどうしようかな。流星群行きましょうよ。流星群行きます？ぶっ放しちゃいましょう。オッケーぶっ放しましょう。さあ居座ってこいよ。でも万事万事こっち万事構築なんで。万事構築とは万事構築とはめっちゃ強いってやつ。めっちゃ強いさあラム引っ込めて。はいダメ。いや別にいいよ正義ん腹切ろう。そこまで行く？腹を切ろう腹切るまで行く。いや腹切ろうこれは。うんなんか嫌やわ嫌な顔しちゃった。うんごめんごめんこれでもね大丈夫まだ間に合うまだ間に合うからまだ間に合いますまだ間に合う。なるほどなるほど。まあねはたかれたおかげでここね流星群打ったとしても10万ボルトでまだ切り返しができるよっていう意味で流星群をお前はね打てと命じたんでしょ。そういうことやね。そういうことね。うん僕は何も考えてないですちなみに。さあここ10万ボルトでここはね不意打ちは打ちづらい。ここは不意打ち打ちづらい。あそうなんや。やっぱヒエドラのね交代も読めるんで。しかしじゃれつくかもうかたくなにじゃれつけよう分からんな。さあさあここでヒードラン出してってこと。ここでヒードラン出してきましたね。ただ結構ランドロスが厄介ですね。そうね厄介ランドロスよねこれ。ちょっとカイロスでねしっかりと無双していくルートじゃないとちょっと勝てそうにないですね。なるほど。ここどうしますか。ここはでも解放者でもうちょっとやけど狙っていくのが一番かなと思います。はい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 。なるほどですね。ここランドロス読みでね交代も交代したとしてもまあ威嚇入れちゃうんで入れられちゃうんでね。なるほどなるほど。はいはいそうですね。どうでしょうかどうでしょうかそこんとこ。なんかこのクチートの髪型みたいなしてこの前展示で見んかった。ああおった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 あれ YouTuber じゃねとか言うとその件は失礼しました。ああ赤い髪の男でそうそうそう。カポコロコなんでなんでここカポケコが来た意味は違う電気ゼット。ああいや電気ゼットだったとしてもやってる。いやここまで削れればカイロスがね電光石火でそうねもしかしたら怖くないね。うんただなんやろやけどを懸念したかランドロス。ああそれはあるな。さあ地震耐えるようになるからね。そう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 なるほどなるほど。はいオッケーオッケーオッケー。カップコゲを切ってランドロスが出てくるかな次。そうねそうねさあこっちまだカイロス見せてないからそうねカップコゲをここで落ちたのはでかいっすね。うんでかいね。カイロスの脅威がなくなったんではいはいはい結構道も開けた感じですね。確かに視界良好って感じですわ。ただどうなんですかね地震から蒸発をさせてこれランドロスちょっと待ってここやな確かにこのランドロスをカイロスがカポコゲコを突破してよかったものかという。ああなるほど。ああなるほどねなるほどね。ああメガ進化をせずに電光石火で落とす。そうでもメガ前のカイロスはそこまでねちょっとあ電光石火でも落ちそうにないあのダメ怖いカイロスのことちょっとここは怖いですね。怖いねここ。一回カイロスに下げたいな。ちょっとヒエドランはねまだ木の実発動できるチャンスがあるんで。まあそうね恩返しでいや落ちるかな微妙っすね。まあ急所もあるしそうですねなんなら眼風も外しあるんでそうねそうねはたき固くない。ここははたきか。はいはいはいオッケーオッケーオッケー。ここはそうね恩返しでいくしかないですね。そうねただまあ直帰なので相手がはいはいはいまあ特殊にしっかり振ってるとするならばまあ防御帯域はそこまでないと考えてもいいんじゃないですかね。ああなるほどなるほど。しかもこのスカイスキン補正のかかった恩返しはなかなかのダメージがいくと思います。確かに結構火力高いよ。さあどうなる。いけ恩返せ。落ちたマジ落ちたよ。おい半ばは落ちないリアクションしようと思った。ああちょっとこいつすごいな。でも強いね。あーカイロスなんか強いなやっぱ。ここはしかも地震で落ちる圏内かもしれないけどいや多分安全に行きたいな。ここはねちょっとヒードなんで。あれそうなんですか。ここ多分不意打ちも来ると思うしもし不意打ち急所とだったらシャレならないんで。ああなるほどなるほど。ここは見ててください安全にってことね。はいこの円あなるほどなるほど。オッケーもらい火はいまあ別に何が来てもよかったんですけどこれ木の実を発動させたかったんですけど本当は。ああなるほどね。で、ここは身代わりですね。絶対に不意打ちが来るんで。うわっこれ、うまい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 まあ、ここまではですね、想定通りですね。急に古畑出てきたけど。なんでうわこういうことか、ポケモン対戦って。これはお察ししますわ。あ、いや俺はあそこで絶対カイロスで地震で飛ばせるやろって言って地震押しちゃうタイプやね。ああ、一般の方そうかと思います。まああれでも多分勝てたんですけどね。ああ、なるほどね。ああ、まあちょっと気持ちよくね終わらせてみました。性格悪い。さあ、ということで隊長ありがとうございました。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。では隊長、いつも通り今日の動画の評価をお願いします。わかりました。キティちゃんで例えるならば3匹分ですかね。うわ、リンゴ9個だ。わかんねえ。